最大震度7を観測した能登半島地震の発生から、今日で6日目。まずは速報です。警視庁によりますと、鈴市の家屋の倒壊現場で女性2人が生き埋めになっていましたが、1人は救助隊の呼びかけに応答していて、点滴を打っているということです。搬送の準備も進んでいるということです。